はい、皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。今週もデシウムのインスタグラム上の質問のやり取りを私なりに訳してみました。質問集いってみたいと思います。この質問集は私個人の意見ではありません。ご了承ください。はい、今週の質問集で取り上げたのはビュッフェです。オーディナリーの中で多分一番有名な美容液だと思います。それでは質問集いってみましょう。ビュッフェアスコルビルグルコシドソリューション 12% を持ってます。朝にこの2つをナチュラルモイスチャライジングファクターの前に使ってもいい？いいですよ。ナイアシンアミドをビュッフェの下に使ってもいい？またはその逆？ビュッフェを先に使ってください。その後にナイアシンアミドです。ビュッフェとアリジネリンソリューション 10% を一緒に使ってもいい？覚えておいてほしいのが、ビュッフェにはすでにマトリキシルとアリジネリンが配合されてます。なのでアリジネリンをビュッフェと一緒に使う必要はありません。カフェインソリューションをビュッフェと一緒に使ってもいい？いいですよ。ビュッフェを先につけてください。ビュッフェってレチノールの前に使うのはセーフ？ Yes、大丈夫です。ビュッフェ、ヒアルロン酸、ナイアシンアミドの3つを使う時の順番は、ビュッフェ、ヒアルロン酸、ナイアシンアミドの順で使ってください。ビュッフェとナイアシンアミド、レスベラトロールを同じルーティーンで使う時につける順番は、質問に書いてある順につけてください。ビュッフェ、ナイアシンアミド、レスベラトロールです。ヒアルロン酸とビュッフェとレチノール 0.2% スクワランを同じルーティンで使ってもいい？いいですよ。ビュッフェ、ヒアルロン酸、そしてレチノール、こちらは夜のみという順でつけてください。日焼けをしないように、そして新しい商品を試すときはパッチテストを忘れずに。ビュッフェと乳酸、ラクティックアシッドを同時に使ってもいい？違うときに使ってください。ビュッフェ大好き。ビタミン C サスペンション 23% をビュッフェの後につけてもいい？違う時に使うことをおすすめします。ペプチド系とダイレクトアシッド、酸系ですね。LAA、ELAA と同じルーティーンで使わないようにしてください。はい、ビュッフェの併用禁止でなんですが、まず酸系のもの、アシッド系のものとは一緒に使えません。それからピュアビタミン C、こちらが先ほど言いました LAA、それから ELAA、L アスコルビン酸パウダー、それからエチラートアスコルビン酸、こちらと一緒には使えません。併用禁止となっています。はい、来週は、ビュッフェのビュッフェプラスコッパーペプチドの質問集をしていきたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、この商品の質問集を集めてほしいというリクエストがありましたら、どうぞコメント欄に書き込んでください。それではまた来週。さよなら。